皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。定期テストの問題の変化と読解力というタイトルで、最近定期テストあったんですけど、終わったばっかりなんですけど、その問題を見て私が感じたこと、これについてお話ししていきたいと思います。まず昔と今あったテストを比べてみると、問題の出方が変化しています。まずそのことについて、次に求められている読解力についてで、テストが実際にどうなっているか、じゃあどんな勉強をすればいいのか、こういう順番でお話しします。まずこれまでというのは、知識を問う問題とか知識をもとに考える問題、これは出ていましたけれど、この知識をもとに考える問題でもそれほど複雑なものはありませんでした。でも最近は変化していて、文章をしっかり読んで考えないと解けない問題が増加しています。具体的には、知識が必要なんだけれど、ただ知識をそのまま書くんじゃなくて、知識を使う時の条件が加えられている、こういう問題が増えているように感じました。つまり読解力がないと解けない問題、これが増加しているということです。じゃあその読解力ね、漢字3つですけれど、どんな力か、普通は文章を読み取る力なんて一括りにしますけれど、私はこの読解力って4つに分けられると考えています。それは何かというと、文章を読んで内容を理解する力、2つ目は内容をまとめる力、読んだ文章を簡単にまとめると、大切な部分を抜き取ってまとめると、こういう力、これも読解力ですよね。で、大切な部分を見つける力、作者はこの部分で言いたいことはこれだ、物語だったら登場人物がこういう行動をしたのはこういう気持ちだったから、そういう部分を見つける力ですね。さらに私は発信力の一部も読解力だと思っています。自分が伝えたいことを相手に正しく使える力、これも読解力に含まれると思っています。文章を読んで内容をしっかり理解できて説明できるんだったら、自分もしっかり相手に自分が伝えたいこと、相手に分かるようにしっかり理解できるように書く、話す力、これがあって当然ですよ。ですから伝えたいことを相手に正しく使える力、これも読解力の一部だと思っています。では実際のテストではどんなになっているかというと、国語だけじゃなくて全ての教科に読解力が求められる、このような作りになっていました。理科とか社会では理由を求める問題、理由を考えるんですね。それからグラフや表から考える問題、これが増加しています。で、グラフや表から考えて分かることを書く、この時にはぜひグラフや表のタイトルの部分をしっかり見て考えてください。表1、表2から分かる内容について説明しなさい、こうやったらその表のタイトルの部分、その中の言葉ちゃんとしっかり見て、その言葉を使って説明すると結構うまく書けたりするんですよね。このコツがあるので、これは覚えておきましょう。さらに数学の問題の、これ文章がね、結構長くなってます。文章長くて文章大苦手な人ね、読むのもうそこで諦める、もう分からない、読む前から分からない、こんな風になっちゃう人もいるくらいの問題がありました。で、文章が長くて与えられている条件、これをどう使ったらいいか分からない、こんな風に考える人がたくさんいました。で、条件もういくつか入ってるんですけど、それをどう使ったらいいか、これは何を言いたいのかなって、それはなかなかね、文章が長くなると、分からなくなっちゃうんですね。以前だったら簡潔にまとめてあって、生徒がすぐにこれとこれをこう使えばいいって分かったんですけれど、それが長すぎちゃって、これ何を言ってるんだろうって迷っちゃったりするんですね。じゃあこういうテスト対策、
のためにどんな風に勉強したらいいか、ね、これはなぜこの答えになるのか、どうして、そういう答えになるのかという部分を意識して勉強すること、これが大切だと思っています。つまり問題の解き方だったらこの答えになる部分、こういう理由だからこの答えになる、歴史だったら、ね、これが起きた理由はこれこれこうだからこうなったという部分ですね。理科もそうですよね。この計算はこことここからこの部分の方からこうやって計算すればいい、このことを意識して、以前より意識して、ね、勉強しないとこれからなかなかねテスト難しくなっていくので、テストの点上がりにくいかもしれません。ですから皆さんね、なぜどうしてって部分を意識した勉強をこれからするといいと思います。で、今回は私が最近終わった定期テストの問題を見て感じたことについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまた。